どうも極楽とんぼです。突然ですが私ウェブ系エンジニアになります。大まかに動機は2つです。1つは作りたいアプリがあるからです。これは僕が普段使っているタイマーアプリなんですが、用途ごとに料理用、瞑想用、ポモドーロ用、 HIIT 用みたいな感じで使っています。どのアプリもそこそこ気に入っているのですが、目的に応じて起動するアプリを変えるのもめんどくさいですし、スマホでしか使えないのも気になっているところです。そこで自作のカスタムタイマーアプリを作りたいと思います。他にも超軽量なブラウザ FPS で有名なクランカーのようなブラウザゲームも作ってみたいと思っています。もう一つの動機はウェブ系案件で稼げるようになりたいからです。実は今経済的にピンチでして、就活に失敗してから大学院を休学しているのですが、奨学金が休止し親からの仕送りも止まったので、週3日のアルバイトをしながらなんとか食いつないでいます。バイトをしながら YouTuber として花咲くまで戦い続けるのも良いのですが、やりたいことを YouTube で発信しつつ、ついでにそのスキルで稼げるようになりたいという一石二鳥を狙う下心満載の浅はかな考えもあって、ウェブ系エンジニアを目指します。エンジニアになるためにはプログラミングスクール等に通うのが一般的と考えられますが、残念ながらそのためのお金もありません。かといって教育熱心な会社に未経験で雇ってもらえるほどのポートフォリオも営業力もありません。そこでフリーコードキャンプや Geeks for Geeks、JS プライマーなどの無料のリソースを利用して学習していきつつ、自分のコーディングを YouTube で発信していきながら学んでいきます。こうすることで僕と同じレベルの方は僕の投稿を見てハマりポイントがわかりますし、僕は七転八倒しながらスキルアップができるので、ウィンウィンな関係を築けます。現時点では以下のような日程を計画しています。まずは先ほど挙げた学習リソースを中心に HTML、CSS、JavaScript の基本を勉強します。学習が進んだら学んだ技術を使って自分のポートフォリオサイトを作ります。ポートフォリオサイトが作れたら Facebook 製の React というシングルページアプリケーションが作れるライブラリーの勉強をします。ここで React の基本的な使い方をマスターして、今後アプリやブログを構築するための布石を打っておきます。 React に慣れたら CMS 付きのサイト作りに挑戦します。 CMS というのはコンテンツマネジメントシステムの略で、ウェブ制作に関する知識がなくてもサイトのコンテンツを編集管理できるシステムです。 WordPress を使ったブログなどがまさにそれです。WordPress は長らく CMS 界の主流でしたが、最近は Jamstack という JavaScript で API を使ってサイトを構築する手法が出てきたので、今回はこちらに挑戦したいと思います。うまくいけばモダンなウェブページを作る案件とかも受注できるようになりそうです。ウェブサイト作りが軌道に乗ったら本格的に React を使ったアプリ作りに移っていきます。まずはアプリ作りの練習をして CMS では得られなかった知識を得ていく予定です。 7,8 月くらいに作りたいアプリに取り掛かれたらいいと思っています。タイマーアプリの進捗によりきれですが、落ち着いてきたらブラウザゲーム作りの方も進めていきたいと思います。このあたりはまだまだ未定なので予定が大きく変わるかもしれません。長らくやっているとプログラミングそのものに飽きる時もやってくると思うので、そんな時の逃げ道もあらかじめ用意しておきます。最近ノーコードというプログラミングをせずにアプリやウェブサイトが作れるサービスが流行っているので、プログラミングに飽きた時はノーコードで遊んでみたいと思います。ゆくゆくはブラウザゲームも作る予定なので、個人的に気になっているクランカーをプレイしてゲームの構成やマネタイズの方法などを調査していきます。改めて目標をまとめると、半年以内くらいにウェブ系案件で食べていけるようになる、年内くらいにアプリを作れるようになるという感じになります。応援よろしくお願いします。